昨日土砂崩れが発生した群馬県沼田市で昨日の大雨により JR 上越線で線路に土砂が流れ込みました。怪我人はいませんでした。 JR 東日本によりますと昨日午後8時半ごろ沼田市の JR 上越線岩本駅から500メートルほど離れた線路に土砂が流れ込みました。土砂はこちらの斜面から線路に流れ込みました。今も復旧作業が続けられていますが、下り線の線路は土砂に完全に覆われてしまっています。 JR 上越線は大雨の影響で昨日の始発から渋川駅から沼田駅の間で運転を見合わせていて、復旧の見通しは立っていません。沼田市によりますと現場周辺で住宅3棟の床下浸水が確認されていて、昨日から市内の住宅など合わせて9棟が床上・床下浸水の被害に遭っています。